お、出た出た。いいのかな。じゃあ始めちゃっていいですか。はい。皆さんお集まりいただきありがとうございます。今日は、DIY Your Touchpad Experience Building Your Own Gestures ということで山田光平がお話しさせていただきます。よろしくお願いします。はい、私、繰り返しになりますが山田光平と言います。この豚のアイコン覚えておいてください。これイベリアンピグで GitHub だけで、あの Twitter はぬくまろ22になってて、ちょっとややこしいんですけど、よろしくお願いします。で、個人事業のフリーランスのエンジニアをやって、別でソフトウェアの開発会社をやっています。で、最近の主な仕事は Rails のアップグレード業者をやってます。複数の企業の Rails のバージョンを上げるようなお仕事をしています。ところで皆さん、自分自身の環境を改善するのは好きですか？ Emacs 実践入門という本があるんですが、みんな大好きあのマッツも自分がなんと環境改善オタクということを自認しています。で、自分もあの環境のカスタマイズがすごい大好きなんですよね。ただヤックシェービングの癖も相まって、一度気になるとなかなか作業が始められないことがあって困ってます。普段の開発はノートパソコンでやってて、 Dell の XPS13 というのと、それに Ubuntu の 22.04 で X11 使ってます。で、あのスピーカーのプロフィールは Wayland 使ってるって書いたんですが、ここ1ヶ月は X11 使ってます。で、エディターは Vim を僕は使ってます。で、とことんカスタマイズできるのがやっぱりいいですよね。で、Vim のプラグイン書くの結構好きで、あの楽しいんですよね。で、日々のヤックシェービングの積み重ねで、あのそれで VimRC が育っていって、で便利な設定だったりプラグインが生えたりとかします。で、手に馴染む道具は自分で作りたいし、 できるのであれば、まあ、やっぱりみんな Ruby で作りたいですよね。ということで私はタッチパッド上でその操作を快適にするためにふすまというジェムを作っています。ふすまについてちょっと簡単に説明していきます。ふすまは自分が作った、まあ、初めての思い入れのあるジェムです。インストールすると Linux のマシンでタッチパッドジェスチャーができるようになります。インストールするとスワイプしてワークスペースの移動で、ブラウザの戻る進むとかピンチズームとかいろいろ動くようになります。実は最近 GitHub のスターが3000を超えました。そう、意外と結構ね、スターがつきました。嬉しい。で、軽く特徴の話しておくと、インストールが、まあ、あの Ruby Gems からこうジェムでインストールできて簡単ってあるんですが、まあ、開発された当初は他のツールだとインストールでつまずく、そもそも動かないとかが多かったんですよね。で、ユーザー数の多い、まあ、Ubuntu はあのデフォルトで Ruby が入ってます。で、ジェムでもうすぐ簡単インストールできるっていうのは強いんですよね。で、YAML でジェスチャーやアクションの設定が書けます。で、 GUI だとメンテが結構あの大変です。で、片手で収まらないというか。で、 YAML もカオスになりがちなんですけれども、まあ、ユーザーがこうメンテできるレベルの複雑さに抑えようとしています。ふすまは GEM を使ったフルエント D のような仕組みが、まあ、プラグインのような仕組みがあるんですね。で、ジェスチャーやアクションをあのプラグインによって拡張することが可能です。ふすまの使い方はまあこんな感じで、 GEM を、まあインストールする前に、まあ、リブインストツールズっていうのをインストールして、その後あの、まあ、ユーザーがデバイスファイルを読めるようになる必要があるので、ユーザーをインプットグループに追加して、で、あの GEM をインストールして CLI で起動で、カスタマイズはコンフィグ YAML いじるみたいな感じですね。 YAML の設定はこんな感じで、なんとなく分かりますかね。スワイプ3ライトとかって書いてあって、スワイプ指の本数方向に対してコマンドを割り当てます。カーソル出てますね。で、ジェスチャーにはあのスワイプとかピンチとか、あとローテートホールドって、あの回転とあの長押しみたいなを割り当てできます。アクションの基本はコマンドですが、プラグインで追加したものも割り当てできます。で、ちょっとここであのデモをしたいと思うんですが、手元映らなかったのでちょっと動画を撮ってきました。ちょっとそれをこういくつか
流させてください。で最初は4本指の上下スワイプであのワークスペース移動するってやつなんですかね。出るかな？あ、出た出た。こんな感じで4本指のスワイプでこうワークスペースを移動。これ自分マテリアルシェルっていうのを使ってて、まあ、上下左右にこう移動できるワークスペース、これ便利です。でこんな感じのと、で次がブラウザの操作をちょっとしてみます。ブラウザの戻る進むとか、あとこれタブを開く閉じるですね、すみません。タブ開いたり閉じたり、上下でこう開いたり閉じたりで、左右で戻ったりとか、3本指の右とか左とか、これも設定で書けます。こんな感じで、あと何だったかな、あとはあの3本指ドラッグ、あの Mac とかだとこれ結構便利だっていう人あのいるって聞いて、であの Twitter で見かけたんで自分も実装してみました。これあの付箋のなんかアプリみたいな感じのやつなんですが、こう物を掴んでドラッグ、3本指で押さえながらドラッグで、あと文字選択とかも結構便利ですね。こう3本指でピュッとドラッグする。であとはブラウザのタブ移動とかもこう、ね、ドラッグしたりとか結構便利ですね、みたいな感じで動かしています。これデモでした。カーソルがで、それではどうやってふすまでジェスチャーが機能するのか、でどうやって作ったのかという話をしていきます。まずあの Linux 上であのデバイスから入力があったらどんな風にイベントが流れていくのかというところからですね。これ簡単な絵に起こしてるんですが、左の方がハードウェアで、あのこちらのデバイスのところは例えばキーボードだったりタッチパッドを操作するとカーネルイベントデバイスを通じてリブインプットまでここまであのイベント流れてくるんですよね。普通だとあの X サーバーからあの現在あのフォーカスされているアプリ、例えばターミナルとかだとキーボードでこう J っていうキーが押されたとすると、フォーカスされているあのアプリケーションだけに送られて、でターミナル受け取って、それをで文字をこう描画するみたいな、そういう動きになってます。でふすまはこの赤字のところのリブインプット、こいつをこう読み取ってイベントとして作って、それをふすまで解釈してキーやマウスをシミュレートして流してあげるような仕組みです。でこの構成だとふすまは動作してても X86 のドライバーだったりウェイランドのコンポジターだったりはそのままヘルスで動作してくれるんですね。なので、まあ、通常のマウスキーボードはそのまま利用ができるような感じです。タッチパッドのドライバー、ちょっと2つ有名なものを紹介します。でシナプティクス社の、まあ、その名の通りなんですよ、シナプティクスドライバーで、これは、まあ、よく知られたあの実質標準の2010年前半まではよく使われたタッチパッドドライバーですね。細かいオプションが効くのが特徴ですが、ジェスチャーのサポートはないんですね。で対してさっき話したリブインプットは 1.0 が2015年リリースで、あのウェイランド向けに出たんですが、実は最近は X、ウェイランドどっちもリブインプット使ってます。細かいチューニングとかができないところが、まあ、つらみはあるんですが、ジェスチャーのサポート入っていて、特に2021年頃からあのウェイランドでネイティブでジェスチャー使えるリストが出てきてるんですね。であのフェドラ、ウブンツとかはスワイプでワークスペースの移動とかオーバービューの表示とかができます。であの有名なディストロもこぞってジェスチャーをあの実装してきてる昨今、とうとうもう Linux デスクトップ元年が来るんだという雰囲気をまあ感じますよね。まあ、いつ来るんだって話なんですけど、はい、であの、まあ、最初僕実はプロトタイプ作ってて、あのシナプティクスで作ってたんですね。であの、まあ、前身となるプロトタイプみたいなのを作ってて、 Mac のトラックパッドみたいな操作が欲しくて、当時ネットブック使ってたんですよ僕。でそれでどうしても欲しくて自分の Ubuntu で動かしたいなと思ったのが始まり でこの頃はヨドバシに通っていろんなラップトップを触る怪しいおじさんになってました。でこうジェスチャーをこう、ね、こう調べるみたいな。であの
そして2012年、まあ、そうですね2012年ぐらいに新クライアント M っていうコマンドでログが流れてるのをこう発見しておやおやと思って、でそれをログをパースして座標を配列に詰めて方向判定するロジック入れて X テストっていうテスト用のやつでシミュレーションする。でこれがプロトタイプ X タイプです。で2012年頃で、まあ、実はこれ Perl のスクリプトなんですね。でこれも意外と GitHub でスターがついて450ぐらいついてました。で自分が欲しいと思ったものが海外の人だったり、まあ、受け入れてもらえたのはすごいこうびっくりした体験でした。ただ2015年もうすぐなんですけど Ubuntu 15.04 からリブインプットがデフォルトになっちゃって X パイプがもう使えなくなっちゃったんですね。悲しいってなって、で OS を新しく入れると X パイプ動かなくて、でジェスチャーはもう空振ってしまって、もう結構悲しいと。なのでリブインプットでも同じようなデバッグイベントっていうコマンドがあって、それを新クライアントと同じようにログを出すことに気づいて、まあその時勉強してた Ruby で書き直すかということでリブインプット用ように Ruby で XWipe 書き直して Fusuma をレイクリリースと。で実は、まあ、XWipe も Fusuma もログを活用していました。でどういうふうに Fusuma がジェスチャーを解釈しているのかということについてちょっと深掘りしていきます。これちょっと絵が出てきました。で Fusuma のメインの処理はパイプラインっていう、 こう、まあ、連続したタスクです。でインプットは複数のソースから IO ストリームを IO セレクトで待ちイベントに変換で、バッファにイベントを貯めてデテクターで検知してジェスチャーに対してエグゼキューターでアクション 1,2,3,4 この流れでループしてます。でこのイベントのパイプラインをちょっと説明していきます。インプットから1番から見ていきますね。でさっきのデバッグイベントってこうバーッとログが流れてくるんですが、こう実行するとこれジェスチャーの種類、時間で指の本数だったり、あとはまあ物によって変わるんですが移動距離だったり加速度とかが取れます。ログの間隔はだいたい7ミリセックぐらいで、 Fusuma のメインループって 0.5 ミリとか1ミリセック以下なので、まあ、まあ割と余裕があると。でデバッグログは結構便利で、リプレイに使ったりテストのフィクチャーにまあしたりとか、あとはまあ GitHub イシューであれ動かないんだけどって言った時に、じゃあこれ使ってよっていうふうにペーストしてもらえると再現確認にめちゃくちゃ便利です。でリアルタイムで標準出力を使うのにOpen3P Open3 関数を使っています。で内部で stdbuffol -ol って使ってるんですが、これのコマンドでラップしてあげると IO ストリームがブロックバッファーからラインバッファーに変わって行出力がリアルタイムにガンガン出てくるようになるんですね。でこれでリアルタイムにイベントへ変換しています。バッファはインプットのイベントを集約する場所です。イベントの種類に応じたバッファーがあります。でジェスチャーに応じては複数のバッファーを感知して検知するというものもありますね。でディテクターで検知するんですが、右の方にバッファの内容が出ていて、例えばスワイプの移動量が十分かみたいな識値判定ができるんですね。で右のこの図だとデルタ X がこうプラスマイナスになったりするんですけど、プラスになってて、でこれは X の方にプラス方向で、で識値超えてると、で判断できたのでディテクターさんはスワイプ3ライトという検知イベントを生成します。するとそのイベントを元にコンフィグファイルにアクションをこう探しに行くんですね。でコマンドでこのようなコマンドが XDO ツールキーオルトレフトが取れると。で引き続きエグゼキューターで実行をします。で実行するときに Fusuma のメインのプロセスをブロックしないようにプロセススポーン、またゾンビ化しないようにデタッチします。でちなみにこれは3本指の右スワイプでブラウザの履歴を戻るという流れでした。でここまでの処理のまとめです。でジェスチャーのパイプラインはイベントを取得してバッファに集約して検知実行します。で libfusumaRB の中ではまさにパイプラインというメソッドがあって、ここより今説明した4つよりちょっと多いんですが、今説明した4つがメインです。あ、突然ですが Fusuma はプラグインで拡張可能という話を最初の方にしたの覚えてますか。パイプラインをプラグインで拡張することができます。パイプライン上でイベントをやり取りするインターフェースはもう決まってるんですね。メソッドは決まっていて、でそれらを実装するだけで適切にイベント
がハンドリングできるようになってます。でそしてふすまはこのジェムを使ってこの赤の部分ジェスチャーアクションを拡張していきます。実はふすまはデフォルトの機能はほぼ全てプラグインになっていて差し替えが可能になっているんですね。右側が対するディレクトリの構造です。で各タスクがこの中にこうつらばーっと連なっていて外部ジェムとして表現されるプラグインも同じような構造を持つようになっています。こちらが外部プラグインです。赤字の機能赤字のこう右の方がこう実装したパイプラインの中身のこうものになっています。いくつか例を見ていきますね。あ、そうだ、ここちょっと言い忘れてましたが、外部ジェムにするあのところはあの試験的な機能だったり環境固有のものだったりあの追加でインストールが必要なものとかはあのジェムに切り出すような方針をとっています。1個目の例でふすまプラグインセンドキーっていうあの EbDev を使うキーエミュレーションのプラグインですが X11 に依存しなくて、まあ、Wayland でもあの使えることができると。 Xdo ツールはプチフリーズのようなあのラグが出ることがあってこの問題を回避するために作りました。ただ FFI の子拡張がいるのでインストールプロセスであの RubyDev が必要になってしまって変わってしまうので、まあ、外部プラグインに切り出すような形にしています。でふすまプラグインアップマッチャーっていうプラグインもちょっと説明させてください。これはあの Google Chrome とか Slack とかアプリケーション個別にマッピングを定義できるようになります。 X11 の場合はバックグラウンドは Xprop Gnome Wayland の場合は Gnome エクステンションがバンドルにされててそれから Dbus を経由してアプリケーションのフォーカスイベントをまあシグナルで取得するような形になります。ディストロにこれ結構強く依存するので外部プラグインになってます。ちなみにこれ右のアラクリティであのターミナル上でのみ使えるあの3本指ドラッグ系選択のアクションですね。プラグインメカニズムの話をしていきます。ふすまは特定のプラグイン名を知ることなく動的にあのロードしてパイプラインを構築しています。でこの仕組みは3つのステップで実現しています。1個目が規約をベースにあのジェムを探してリクアイアで2個目が継承フックしてプラグインを登録で3つ目があの登録したプラグインを初期化して呼び出す。こんな感じでプラグインの仕組みができています。で規約ベースでジェムをあの探すには名前重要です。でジェムの命名規約とそれをもとにディレクトリの階層の構造のルール作っておくんですね。で右図はリクアイアするためにプラグイン探索するコードでこれジェムファインドあレイテストファイルズって最新のこうファイルを探せるやつがあるんですがこれを、まあ、規約にのっとってプラグインファイル探してでジェムスペック取って依存関係チェックするみたいな感じですね。でこの一連の仕組みはフルエンドディープライあのルボティテキストブリンガーを参考にしています。継承のフックを使ってあのプラグインのクラスを管理用の配列に登録します。すべてのプラグインはベースクラスを継承していてプラグインがリクエアされると継承によりインハリテッドがフックされて管理用配列にプラグインが登録されていく仕組みです。例えば例だとベースインプットリブインプットコマンドインプットみたいなこういうツリーが作られていきます。登録したプラグインをインスタンス化して使います。プラグインクラスの配列からプラグインを初期化してパイプラインにつなぎ込んでいきます。でこれらの仕組みでふすまは特定のプラグインを知ることなく動的にロードしてパイプラインを構築しています。でここまでふすまのジェスチャー認識としてのあのパイプラインでそしてあのプラグイン化やその仕組みを見てきました。でここでそのメリットデメリットをちょっと考察してみました。でパイプライン化はメリットはイベントに依存するようにタスクが来てあるんですね。なんであの、まあ、シンプルでかつテスタブルになります。アイデアが浮かんだ時にもうレールがあるので自然にコードの配置があの決まって整理される。その配置で作れるのかという考え方にシフトするんですね。これが大きなメリットです。でデメリットは状態はあのバッファーに入っているイベントから決まるべきなんですがどうしてもインスタンス変数とか持たせたくなる時があり状態持たせたくなる時があってこれがバグになりやすくて悩ましいですね。で特定 の, あの箇所に実装を配置していく、まあ、レールに乗せていくみたいな制約があるの で, それを満たすためだけに冗長になっちゃうとかもデメリットです。
で右のプラグイン化の話ですが、メリットはまあ試験的な機能が気軽にできてコア軽く安定させられます。で古い実装にこう変えれるので、いつでも俺はデバッグログを捨てれるんだみたいな気持ちになれますね。でパイプライン自体はプラグインに依存しないので、本当に必要な機能とかはパイプライン側とに切り出されていったり、そういうことが続くとパイプラインがどん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 整備されていくんですね。でデメリットとしてはジェムにするのでコードが単純に散らばってしまいます。でメンテナンスの手数がかかるんですね。これが大きなデメリットです。あと外部プラグインの組み合わせが競合干渉することが結構あって、まあ、それに気づきづらくて、まあ、設定書いた瞬間に検知失敗するバグ引いちゃったりとかがあって、これもデメリットですね。で便利な仕組みなんですが、メンテのコストもかかるので、まあ、自分の片手に収まる範囲でコントロールしていく、バランス取っていくのがいいのかなと思います。実は今回ちょっと今日 Ruby 会議向けに新しいプラグインを作ってきました。実は10分前に2つジェムをリリースしました。で10分前じゃないな、今だと30分ぐらい前かな。でタッチパッドとキーボードを組み合わせてホームポジションのままマウスのようにクリックできるプラグインです。で突然ですがタッチパッドのドラッグ操作って難しくないですか。で1本指でタッチしてドラッグって指が滑って離れると終わっちゃうんですよね。あとタッチパッドの端に到達するとそれでも終わってしまって、結構使いづらいじゃないですか、やり直さないといけないのは。であと3本指のドラッグ僕実装してみたんですが、同じことが起こり得るんですね。で相対的にタッチパッド狭くなっちゃうんですよ、3本だと、1本より3本だと。なんですぐ端に行っちゃったりとかで同じ問題が誘発されちゃうんですね。であとドラッグしながらスクロールってできないんですよ、その1本指とかでやってる時って、まあ、タッチパッド触ってるんでそうなんですけど。でドラッグしながらあと別のワークスペースに持っていくとかも結構難しいんですよね。でマウスだったらクリックとポインタの移動とスクロールが、まあ、別のユーザーインターフェースになっているのでこういった問題は起こりません。実はタッチパッドとキーボードを組み合わせてホームポジションのままマウスのように操作できるソリューションがあります。サムセンスです。でもしかしたら、まあ、知ってる人いるかもしれないんですが、ソニー CSL の歴元先生の論文とその実装です。 Windows 2000XP 向けのソフトウェアです。タッチパッドに触ってる時だけキーボードのキーをクリックに変換したり、任意のキーに変換できます。タッチパッドが追加の就職キーになるようなイメージですね。今回私はふすま上にサムセンスを実装しました。タッチ中に J だったり F でクリックができます。右の図のような感じで YAML 書いてあげるとボタンやキーをマッピングすることができます。実は親指じゃなくても結構便利で、まあ、どちらかのホームポジションに残したまま人差し指で操作するのも結構使いやすいですね。でマウスのようなドラッグ体験もできるので、まあ、あとタッチパッド触ったらタップクリックされちゃうとか、もうそこら辺も結構便利でいい UI だと思います。ちょっとこれをデモをしていきますね。デモしていくというかデモの動画を撮っているので、それをちょっと流そうと思います。見えるかな。あ、いたいた。これサムセンスって親指でこうバット操作してるんですが、 F キーで今クリックしてます。ちょっと分かりづらいですね。でこれでドラッグできるよみたいな、ホームポジションのまんまですよね。なんですが、まあ、片手だけ置いてこんな風にこう持っていくのも結構便利です。これまあ逆も同じことできるよと、 J キーでっていうことをやってますね。こんな感じでできます。あとですね、もう一個ドラッグのデモですね。これはちょっと今はですね別のディレクトリにこうドロップしようとしています。これ実は別のディレクトリにこうスワイプしてドロップしてるんですよ、タッチパッド使って。なんで今のちょっともう一回流したいが、なんかこの拡張だと見えないので、
スワイプして置くみたいなことができて、リミットをタッチパッドのこう制限を超えていくということができました。で、こんな感じでサムセンスをふすま状に実装しました。で、左側がタッチ状態を検知するふすまプラグインサムセンス、右がリマッパーを提供するふすまプラグインリマッパーです。で、この2つを使って実現しています。で、メインのパイプライン左側ですね、こちらで検知をして、で、別プロセスで動くリマッパーがあり、そこに外部プロセスからコントロールできるようになっています。ふすまプロセスから動的に仮想キーボードレイヤーを切り替えることができます。で、レイヤーが切り替えると特定のキーがクリックとかにリマップされるような仕組みです。で、ふすまプラグインサムセンス左側の方から説明していくと、タッチを検知して仮想キーボードのレイヤーに切り替える、まあ、これだけですね、やってることは。で、この1番でタッチワンビギン検知して、デテクターがチェンジレイヤーというのをパイプ越しに RPC すると。で、書き込んでる内容はレイヤーとマッピングを書き込むような感じですね。で、検知するとそうですね、そういうレイヤー変更を依頼するんですが、この次で、ふすまプラグインリマッパーの方でそれをコントロールしていきます。キーリマッパーはふすまのメインプロセスとは別のプロセスで動作してて、で、ソースとなる物理キーボードのイベントを全部グラブして、仮想キーボードを作成して、そこにイベントを転送するような動きになっています。で、これをやっておくと元のキーボードイベントを掴んで別のイベントを投げれると。この流れをちょっと見ていきますね。で、外部プロセスからのレイヤー変更の命令を受け取ると、受け取ったレイヤーをマージして、でマッピングがアップデートされます。で、物理側の J キーがこうリマップされたので、J キーが来るとこうクリックになって、仮想デバイスにライトされると、書き込まれます。で、これによって左クリックがトリガーされるという流れになります。で、元 の, キーイベントをふすまのインプットとしてこう3番で転送してるんですが、ふすまは別のプラグインだったりキーボードを読み取るのがあるので、まあ、差し替え後のものが飛んでくると面倒なので、元のオリジナルのものをリマッパーインプットとして横流しするというようなキーリマッパーですね。で、この設計だとふすまのメインのパイプラインとリマップ専用のループが別になってるんですね。なので、キーリマップのパフォーマンスにメインのパイプラインとかが影響を与えることがないです。で、また今回仮想でデバイス付きのリマッパーがこう誕生したんですよね。なので、アップマッチャープラグインだったりとかと組み合わせた本格的なキーリマッパーが作れるようになります。またキープレスだったりセンドキーとかが誤検知しないようになったり、仮想キーボードが出た影響でかなり本格的な実装になってきたのかなと思います。また他 の, プラグインと連携できるようになることも大きいですね。これがプラグインの掛け合わせでいろいろ機能が増えるということで、かなり便利なものが作れてきました。毎日使うツールを、まあ、自分好みの使い勝手にできるのは最高ですね。そして Ruby で書くとさらに楽しい。皆さんもぜひ自分の手に馴染むツールを自分自身で作ってみてください。今日はありがとうございました。